ポテチゴリゴリに挟みたい時あると思うんですけど、そういう時に使えるものを探してきました。できました。で、これ何がいいのかっていうと、こうやって指に挟んで使うんですよね。例えば、ここにポテトチップスがあるんですけど、これまずパッカーン開けて、それでゲームしてたりスマホいじってる時って直接指で触れたくないと思うんですけど、これさえあればポテチを無駄なく触れるというやつですね。例えばお箸を使うと持ったり置いたりっていう動作がありますし、これ使いづらそうにも見えるんですが、慣れるとこうやって2枚取りできるんですよね。渋い。それで使い終わったら洗ってこの専用収納ケースに入れることで、野外ポテチ派にはもってこいですし、何より外で食う肉がうまいように、屋台で食べるたこ焼きがうまいように、これで食うポテチ、ん？ほなまた。